平成30年4月10日、今年度で閉校となる阿蘇市立山田小学校で最後の入学式が行われました。この日、山田小学校に入学したのは6名の児童で、在校生や保護者、先生たちの拍手の中、元気に入場しました。式では、小野正春校長が、今日から山田小の1年生です。元気な挨拶、交通事故に遭わないようにする、先生の話をしっかり聞くことを約束して、楽しい学校生活を送ってくださいと式辞を述べました。また、在校生を代表して6年生の児童が、みんな優しい人たちばかりなので、わからないことがあれば私たちに聞いてくださいと歓迎の言葉を送りました。山田小学校は、内巻小学校との専攻統合のため、今年度で閉校となり、新入生を加えた全校児童27名で最後の1年を過ごします。式の後、教室に入った1年生は、新しい教科書などを受け取り、明日からの小学校生活が楽しみな様子でした。最後の年になるんですけれども、子どもたちにとっては、それは関係ないことですので、この1年間、楽しく過ごせるようにですね、これから私たちも並行作業としてやりますけれども、子どもたちが楽しめる学校づくりをですね、していきたいなと思っているところです。